Hallo, willkommen zur Quest. Ein Gast aus Liebe. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Wir sollen auf jeden Fall zur Taverne zum Katzenschwanz, also wird es irgendwas jetzt mit Kartenspielen sein. Gucken wir doch mal nach. Hallo Knolle. お二人でしたか。まる、どうしてここに来たんだ？っていうか、お前って人活坊から出てもよかったのかよ。もちろんです。おっと、そういえば壺の外でお二人にお会いするのは初めてでしたね。仙人が壺の精霊を作ったのは、同点の雑務処理をさせるためですが、 活動範囲が同点の中のみという制限はありません。ウルだって、いえ、人海の騎士君だって、あちこち周遊して、埃まみれの珍しいお宝を収集していますし、まあ、彼と比べたら、確かに壺から出てくる回数は少ないですが。なるほどな。で、今回はなんで壺から出てきたんだ？ Du bist doch nicht hier, um Karten zu spielen, oder? カードゲームをやりに来たわけではありませんが、確かにカードと少し関係があります。ふむ、そう言われると、今回の件は旅人さんとも少し関係していますね。すでにお気づきかと思いますが、七星召喚が流行り出してから、ご友人を招待して酒場で対戦するのが一つの楽しみとなりました。ですが、 招待を受けた場合、わざわざ遠くから酒場に来なければなりません。それを大変だと感じた依頼人から、戦術を使って壺の中のような小さな部屋を作ってほしいと頼まれたのです。招待を受けてここに来ようとする人は、瞬きもしないうちに部屋の中に現れることができます。それにより、その部屋を使って自由にご友人を招待して対戦できますし、招待された人の手間も省けます。 おお、めちゃくちゃ便利だな。でも、ここってマーガレットの酒場だし、戦術を使って改造したなんて知られたら怒られるんじゃないか？いえ、その点については大丈夫です。そもそも部屋自体はキャッツテールにあるわけではありません。それに当然ながら酒場のオーナーの許可もいただいています。あら、 リーウェの戦術って便利ね。酒場の面積を2倍にしてもらってもいいかしら。と言われましたが、残念ながら、私の戦術では無理でした。マーガレットが言いそうなことだな。あなたたちが同点に戻ってきた際、この件について説明しようと思っていたのですが、ちょうどここでお会いできてよかったです。では、始めさせていただきます。 Mit ihrer Dettenkunst hat Knolle die Taverne umgestaltet und die, ja. はい、これでいいでしょう。では、この部屋を思う存分使って、各地のご友人を招待して対戦してみてください。あ、言いそびれるところでした。酒場のおちびちゃんからの伝言です。七星召喚を楽しんでくれ。とのことでした。Okay. Damit ist die Quest abgeschlossen. Geh zu Prinz und nimm an der Herausforderung teil. Aha. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.